今日は太いという字を書いてみましょう。まず1画目、上半分のちょうど真ん中ぐらいに横画を書きます。2画目は縦の中心の上の方から入って、1画目を過ぎたら左払いにします。3画目は1画目と2画目の交わったところから始まって、次は右払いします。4画目は、この左払いと右払いのちょうど真ん中ぐらいに点を打ちます。ポイントとしては、この点の位置でちょっと雰囲気が変わってくるんですね。あまり下の方に打ちすぎると短足に見えます。ここに余白が残るように点を打ちましょう。あとは左払いと右払いをしっかり大きく払うことがポイントです。